ジャック・ビクトリーのリングネームで知られる、ケン・ライン・ハーストは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州アトランティックシティ出身。1984年、ビル・ワットが、ミッドサウス地区で主催していた UWF にて、ジャック・ビクトリーのリングネームでデビュー。以降、UWF 及びホム・エリック・ファミリーが主催する、テキサス州・ダラスの WCCW の2団体を、主戦場に活動。 リック・フレアーの影響下にある金髪ヒールとしてハリウッド・ジョン・テータムとタッグを組みザ・ファンタスティックスと対戦を重ねた。UWF では女性マネージャーのミッシー・ハイアットを従え後にハイアットと結婚するホットスタッフ・エディ・ギルバートがマネージメントしていた若手ヒール時代のスティングやリック・スタイナーとも共闘し H&H インターナショナルなるユニットのメンバーとしても活動した。 1988年7月、UWF を買収した当時の NWA の機関団体マクに参戦し、ポール・ジョーンズをマネージャーに迎えて覆面レスラーのロシアン・アサシン2号に変身。1号のデビッド・シェルダンとロシアン・アサシンズなるタッグチームを結成し、当時ベビーフェイスのポジションにいたザラ・シアンズとロシア対決を繰り広げた。同年11月よりマクを買収した。 WCW にも継続参戦。オリジナルミッドナイトエクスプレスのランディローズとのタッグを経て、1989年6月、リングネームをジャッコビクトリーへと変更し、ニュージーランド出身のリップ・モーガンと、ニュージーランド特殊舞台ギミックのニュージーランドミリティアを結成。ダイナミック・デューズと構想を展開した。1990年からは、チーム名を ロイヤルファミリーに変更させ、12月16日開催のスターケードで行われたインターナショナルタックチームトーナメントにニュージーランド代表チームとして出場したが、1回戦でマササイトートグレートムタの日本代表チームに敗退。以降は出場機会が減少し、1991年6月に WCW から退団した。1992年7月、 メキシコのメジャー団体である CMLL にタイタンのリングネームで参戦。ハビアークルズやフェリーのと組んで出場した。一時期プロレスの活動から離れていたが1998年5月、イカップリングウィズと契約を交わし入団。デビュー早々、トミードリーマーと構想を展開。9月には、ジャスティン・クレディブル、ワンマン・ヤング。 サルイー・グラツヤーノを仲間に引き込んで、ドリーマージョン・クローナスニュージャックスパイク・ダッドリーと大人数によるエニシング・ゴーズマッチを連日行い、11月1日の PPV であるノーベンバー・ツー・リメンバー1998では、クレディブルト君でドリーマーがスケットに呼んだジェイク・ロバーツとスペシャルタックマッチを行うが試合中に足を骨折して敗戦。 そのまま長期離脱することになった。負傷中は車椅子に乗ってヒールのマネージャーとなって活動。1999年にサイラス・ザ・バイラス率いるザ・ネットワークの一員となり、8月より復帰した際にはスティーブ・コリノとのタッグで活動。レーベンドリーマーと長期構想を展開。2001年1月13日、イカップリングウィズ最後のイベントでは、 C.W. アンダーソンと対戦して勝利し、優秀の美を飾った。イカップリングウィズ崩壊後、2001年5月より、コリノがペンシルベニア州で主催するインディー団体である、PWF に参戦。2002年には、PWF エクストリーム王座を保持するニュージャックと、構想を展開。2003年3月、ローに、コリノ、C.W. アンダーソン、サモアジョー、 マイケル・シェインとザ・グループなるユニットを結成して参戦し、リング内外で暴れた。12月、ブルー・ミーニーとジャスミン・セント・クレアが、ペンシルベニア州で主催する 3PW に参戦した。2004年2月、コリノが、新たに旗揚げした団体であるワールドマイナス1に参戦。3月に初来日を果たし、ワールドマイナス1と提携していたゼロアンに参戦。記者会見にて、 自分から強引にワールドマイナス1の会長に就任したことを宣言。5日に田中正人とワールドマイナス1ヘビー級王座戦を無理やり決めて対戦するが、わずか5分でローリングエルボーを暗い敗戦。翌6日、コリノとイカップリングウィズ時代以来となるタッグを組んで、横井広志公佐藤公平と対戦するが敗戦した。 2006年より再びプロレスの活動から遠ざかって、いたが2011年より、ロシアンアサシン2号として NWA 加盟団体の NWA トップオブテキサスにスポット参戦している。他、アメリカのインディー団体を中心に多くのタイトルを獲得。ありがとうございます。